よし、とりあえずまた戻ってくればいいや、貯めて。15、合計15にしたらいいんだから、こういう、10。なんかちょっとちょっと使いたくないやつをここで消費するの。ちょうどよく行きたいんだよな。アリス、大騒ぎになっちゃったけど、とにかく無事でよかったよ。ね、寝るため聞いていい？さっき俺が犯人だって言ってたけど、まさか女王の記憶なんか盗まないよ。だが言ったのはアリスを助け、かっこつけようとしたんだよ。そうだったの？でも助けてくれたことに変わりないわ。ありがとう、ソラ。落ちた猫が来た。シャネコだわ。さくら逃げて安心かいだけど、早いよ、一安心には。とってもしつこいハードの女王、忘れた記憶が戻らぬうちは君らの顔も忘れはしない。世の記憶を取り戻さないと君らを疑えたままでずっと追いかけ回される。覚えてるから忘れた、忘れたことを覚えてる、どっちでもいいけどね。とか言われてもな、あんな女王ほっといてもいいんじゃないか。でもそれ私たちが行くとも、アリスはどうなる？もし彼女でまた女王が捕まっ、もし彼女が女王に捕まったら、彼女、女王を何とかするしかないってことか。お、何とかしないといけないけれど、何もしなくていいとも言える。はぁ？思い出せない記憶ならなかったことと同じこと、なかったことは思い出せない。無理やり思い出そうとすれば、いつしか嘘にすり替わる。嘘。ちなみにこのヒントここまで、あとは自分で考える。割とさ、ちょっとさらっとこうやって出てくるワードが、セリフがね、結構重要っぽくてさ。さっきのグーフィーがフォローバスティオンを思い出せないとか。ねえ。さあ、ということで、もう一回地図を確認しよう。ここはもう見たから、ここモーグリルームで、ここ。そうだなぁ。もうあともここは行くだけだから、ちょっともう一特別なアイテムはまた、特別なアイテムを、だから、例えばここのは、あれを、エリアを入り、あー、マスオマス！あのカードでも全然入りずれるんだよな。超レアなやつでしょ。あのカードがないと入れないわけだからな、で。ランダムジョーカー？何そのカード。その知らなかったな。あばばば。キーカード以外のノルマをクリアできます。ああ、やべ、しまった、待ち。間違えた。あ、はっちょっと待って。あー、しまったー。キーカードかっていうかあれ。あー、しまったー。うわ、もったいねー、今の。せっかく手に入ったのに。いや、戻ろう。あ、でも、なんかあったらまたかくりゃいいんだよな。そうな。あー。いや、
ここだから、ちょっとデッキを、ボス専用のやつに切り替えて、あれなんだろう、急に雰囲気が変わったね。喋ってみましょう。じゃはあれ先回りされてた。私が逃げられると思ったのかい。しまった。さあ、じゃあ強行の人に償っておや、なんだ、私はどうしてこのとこにいるの？あれ今、記憶が盗まれた？あれ先生、何してんのか？わからん。どうなってるんだ？もしかしてまた記憶が盗まれたんじゃない？そいつ、何か来るわ。あー、こいつだよ。今、こいつ、うるせえやつじゃなかった？あんな頭のやつ可愛かったっけ？バシ！いやー、これでも苦戦そうだなー。めんどくさいな、こいつ。全部決まった。全部やられて、全部始める。あ、いってえな。お、そういうことか。
あ、ちょっと待って。痛い。よし、もうちょい。もうちょい、もうちょい。当たんねえな。これ食らおう。当たる。オッケー。ダン。これでとどめじゃ死にませんでした。ああ。もうよっしゃ、残りよし。トリックマスター。トリックマスターって言うんだっけ、あいつ。ストック技、ストライクレイド。24から26。種類は問いません。あー、こいつの時に使いたかったな。おいお前たち。どういうことなの？ナノアテルス一体何だったの？どういうことって言われてもな。あれ、ハープレスって把握してんだっけ、こいつらは。伝えられないというか、さては何か企んでいるな。怪しいネタ、さらに人らよ。うわぁ、結局。待ってください、女王様。トラトとしは、女王様の命令でサートルと対峙したのです。え？表情深い女王様が私たちを疑うのは同然です。だから私たちは疑いを晴らすために戦ったんです。そうよね、そら。もう、気が利く、起点が利く、起点が回る。あ、そうそう。そうだった。じゃなくて、そうです、女王様。私が命令したのか。まさか賢い女王様が覚えてないんですか。何より私が忘れるはずがない。もちろん私が命令したのだ。アリス、それはよくやった。うわ、アリスは。頭がいいな。うん、うまくいったわ。頭がいいな。こんな方法でなんとかなるとは思わなかったよ。ほら、知らない声聞いたわ。無理やり思い出そうとすれば、いつしか嘘にすり替わるって。パーソン上は忘れた頃のとを認めたくないばかりに、無理やり思い出そうとして、自分が生み出した嘘の記憶に自分で直されちゃったの。うわぁ、深い。どうしたの？なんでもない。なんかこれで心配なくなったかな。もう女王を俺たちはかけたりしないよね。なんたって僕たちは女王の命令でハトロスをやっつけたんだもんね。よし、マリサイサーさん。そう。さあ、ということでね。ここで、ワンダーランドも無事クリアということで。はい。勝てなかったのか。はいはい、あーはいはいはい、あーなるほど、ここに新しく生成されたのか、クリアしたから、はい、そうそういう感じか、毎回。じゃあとりあえず先へ進みます。
扉が閉まりました。どうしたの？さっき話した不気味なお城のことなんだけどね、やっぱり勘違いじゃないよ。だってあのお城で空はカイリの心を助けるのにキーブレードを使って一度消えちゃったじゃないか。僕とっても心配だった。忘れられるはずないよ。ああ、俺がハートレスになっちゃった時か。でもあれって城だったか。ああ、忘れたの。僕だって覚えてるよ。なんて場所だっけ。それはもちろん、君にメモに書いてあるよね。もちろん。この城に来る前にちょうど一冊書き終わったところなんだ。古い方のメモはあった、見つけたぞ。どれどれ。なんてことだ。どうしたの。地味にメモがみんな消えてる。どのページも真っ白だ。どうしたって。一体どうして。ずっと大事に持っていたのに。私の大切な記録が。記録が消えるなんて何なんだよ。はい、ということでいろいろ謎の、現象があったり、で、あの空の記録がハートレスにっていうのも割とちょっと重要だったり伏線になってたりするんですが、まあこの辺の話はまたいずれって感じですね。ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。次回は、ターザンの、ディープジャングルかなになると思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。今回もご視聴ありがとうございました。よっ。